新たな始まり。ここ数日間の不安定なエネルギーに気づいたり、経験した人がいるかもしれません。期待は裏切られ、希望は打ち砕かれ、かなりの量の怒りが解放されたかもしれません。手放したくないものを強制的に持ち出されたように感じたかもしれません。宇宙は成し遂げるために穏やかな後押しがあったこと、そして何らかの理由で、とにかく選択がなされたことをあなたに思い出させています。この状況に正解も不正解もありません。次の段階が始まる前に古くて停滞したエネルギーを追い出しただけです。今は新たな始まりとチャンスの時です。これでこれまで経験したことのない明確な気持ちで前に進むことができます。これで前例のない成長と学習の道を続けることができます。時間です。自分のものとする。少し時間をとって10年前の自分の状況を振り返ってください。あなたはどんな人でしたか？あなたの友人、パートナー、同僚は誰でしたか？あなたの道のどこにいましたか？さあ、さらにもう少し時間をとって自分が今どこにいるのかを深く見つめてみましょう。違いがわかりますか？あなたがこの現在のエネルギーの中で前進しているので、宇宙はあなたが個人的な成長にどれだけの努力を費やし、あなたの存在が素晴らしいことを成し遂げたことを正確に気づいています。さらに、あなたが前向きな方法で成長し続けることが可能であることも気づいています。それは最もスムーズで直接的な道ではないかもしれませんが、それがあなたの道なのです。それを自分のものとし、あなたが達成したことを誇りに思ってください。あなた次第。あなたが今経験しているエネルギーはあなたの存在の流れを変える可能性を持っています。良い、あまり良くない、または無関心、それはあなた次第です。なぜそれほど良くない経験を選ぶ必要があるのでしょうか？と尋ねる人もいると思いますが、宇宙は常にあなたが求めているもの、必要なもの、欲しいものを正確に与えます。と答えます。そうは言っても、あなたには自分の選んだものを何でも想像する力があるという知識があるので、あなたは自分の思うように任されています。これは宇宙があなたに背を向けたという意味ではありません。それは単にあなたが適切だと思うものは何でも想像できることを意味します。必要なツールとスキルは揃っています。あとはあなた次第です。動き出す時が来た、再び。あなたがこの次の成長、学習の飛躍を遂げるにあたり、これまで自分が何を選択してきたかを注意深く見つめる時が来ました。長期休暇の準備をしているところを想像してみてください。あなたが持っているスペースは限られていますが、必需品と感じるものは持っていきたい。クローゼットやドレッサーの前に立つと無限の可能性が広がります。そして持ち運べるものには限りがあります。宇宙はあなたに自分の内側を見つめ、選択肢を分類し、自分にとって最善のものを選択するよう求めています。前に進むためにずっと抱え込んでいた古いものが必要かどうかを自問してください。確かに、それらの記憶、経験、状況の中には、感情的に共鳴するものもありますが、それらは本当に必要ですか？解放するのは難しいかもしれませんが、荷物が軽いと移動が楽になることを覚えておいてください。あなたは、これまでになかった方向に進んでいます。少しの準備は、長期的には常に価値があります。非常に多くのものがあなたを待っています。宇宙はこれを何度も何度も繰り返してきました。後悔、憤り、拒絶を浄化し解放することが現時点では最も重要です。
もし、あなたの過去の経験、あるいは、状況があなたの心の中で、ループし続けているならば、それは、手放す必要があるという、あなたの魂からの信号です。過去は、決して変えられないかもしれませんが、それに対する反応は、今でも変えることができます。私の最愛の子よ、非常に多くの愛、学び、美しさ、そして、成長があなたを待っています。古いものを手放し、新しいものが到着する機会を与えてください。あなたは宇宙が提供するものすべてを受け取る価値があり、その資格があります。ゆっくりと着実に。あなたは現在のエネルギーが少し奇妙な方向に変化していることに気づいたかもしれません。これにより、あなたは少し行き詰まりを感じ、少なからず道に迷ってしまったかもしれません。これは宇宙があなたに速度を落とし、呼吸し、物事を一度に一つずつ受け止めさせる時間を与えるための一つの方法です。前に進むために、できるだけ早くネガティブな感情を解消したいと思うのが人間の心理ですが、それは個人的な進歩において非常に重要なステップをいくつか見逃す可能性があります。今日は少し時間をとって何がリリースされているかについて少し真剣に考えてみましょう。それはいつ始まりましたか？なぜ作られたのでしょうか？これまでどのようにあなたを守ってきましたか？それらはそれぞれあなたの一部に関係しており、たとえそれがあまり良くないものであっても尊重され、愛を持って解放されるに値します。このプロセスを完了すると同様のループを作成するのではなく、良い方向に向けて解放する機会が得られます。場合によっては、ゆっくりと着実に進むことが、レースに勝つことになるのです。